いつものクラブでちょっとやってみますか。これあるあるですね。ちょっと放題で。もう諦めてます。こういう時になったら。あ、諦めちゃうんですか。諦めちゃうんですか。上手できてますね。でも最初のが本当ですよね。いやいやもう諦めてるやつが。うわ、あ、座球運動今なっちゃいましたね。大きいですもんね。すぐそこなのにここまで上げちゃうんです。やっぱ軽いな。ちょ、こちら行ってください。はい、で、あの、気楽にやっていただければいいですからね。はい、いいラフですね。狙えるカップ。やばい。お感じは出やすいですか。大丈夫ですか。ここまで上げなくても、はい、いけそうな気がするけど、それはここまで上げてたじゃないですか。はい。全然違います。上でこっちで打てるから、こっちで力加減を。こっちっていうのはフォロースルーで打てるって感じですかね。距離がなんか取れる気がする。めっちゃうまい。 ありがとうございます。はい、もうそのままやっていた。今ね、入るよ。なんでこんなに違うんだろう。どうですかね。ああ、それはいいですね。じゃあ向こう側に1個ボールあるじゃないですか。はい、あそこまで打っていただいてよろしいですか。はい、いい感じじゃないですか。いい感じですね。はい、はい、どうやってください。いろいろ。低く浮かんでいきます。はい、あ、よろしいですか。